キング牧師記念日は、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアの誕生日を、アメリカ合衆国の国民の祝日としたものである。この祝日は月曜休日統一法の下で、設定された祝日と同様に、キング牧師の誕生日1月15日のあたりである、1月の第3月曜日に行われている。マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアの暗殺を忍ぶ記念日を、 促進する1969年のン祝日としてのキング牧師記念日のアイデアは契約交渉のもとで労働組合によって催促された。キング牧師の死後、アメリカ合衆国会議員ジョン・コニャーズとアメリカの上院議員のエドワード・ブルークは議会でキング牧師記念日を作るために法案を進めた。最初の法案は1979年に アメリカが州国会員に提出され投票が行われたが法案可決に必要な票に5票届かないものであった。反対者が言及している主な2つの意見は、有給の休日に対して連邦職員に払われる給与が高くなりすぎることと民間人を称えるための休日は長年続いている伝統に反対してしまうことである。アメリカにおける国民の祝日としては他に人を、 記念するものが二つだけある。すぐ後に、キング牧師センターは、企業団体と一般市民から支援団体に頼った。スティービー・ワンダーが1980年の運動を社会に広めるためシングル曲、ハッピーバースデーを出した。そして1981年にザ・ラリー・フォー・ピース・プレス、コンファレンスを運営したとき、戦略の成功は確定した。 この法案を通すために議会に600万の署名が集められた。2006年のザネーションの記事にはアメリカの歴史上最も大きな賛成への請願であると記されている。キング牧師記念日、シンギングセレモニーでのロナルド・レーガンとコレッタ・スコット・キング上院議員のジェシー・ヘルムズとジョン・ポーター・イーストはこの祝日に対して反対を指導し、 キング牧師はそれほどの名誉を受けるのに十分なほど重要かと疑問を抱いた。ヘルムズはキング牧師のベトナム戦争に対する反対を非難し、彼の行動思考的なマルクス主義を非難した。ヘルムズはその法案に対して疑似妨害を指導して1983年10月3日に上院に対し、キング牧師は共産主義者とのつながりを持っていると300ページの 書類を提出した。ニューヨークの上院議員のダニエル・パトリック・モイ・ニハンは、その書類を、お物の小包みと明言し、それを上院の床に投げて踏みつけた。ロナルド・レーガン大統領はもともとは、費用の不安から祝日には反対だった。彼が、ヘルムズのキング牧師は、共産主義者だという批判に対して、コメントを求められたとき、大統領は、従来の FBI の隠されていた。 監視の情報を参照して、私たちは35年間もあれば、それを知ることになるだろう。そうだろうと言った。しかし1983年11月2日に、レーガンは、インディアナ州のケイティ・ホール代表によって提案された、キング牧師に敬意を表する祝日を作るための法案にサインした。その法案は拒否権を覆すほどの票差の338対90で会員を通った。 1986年の1月20日に初めて、その祝日は行われた。その法案は、祝日の監修を監督するために、キング牧師記念日、委員会も設立させた。そしてキング牧師の妻であるコレッタ・スコット・キングは、1989年の3月に、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領によりこの委員会のメンバーに生涯任命された。 キング牧師を尊敬する国民の祝日は1983年に法案にサインされて3年後法が発行した。1991年になってようやくニューハンプシャー州議会が市民権の日を作り断食の日を廃止したので全ての州でこの祝日が行われるようになった。2000年に人権の日が公式にキング牧師記念日へと変えられたときユタ州が最後に キング牧師記念日と名付けられた祝日を導入した週になった。1986年にアリゾナ州知事のブルース・バビットという民主党員が退職する前に行政府の命令によりマーティン・ルーサー・キングの有給の祝日を作ったが、1987年にバビットの共和党委員公認者であるイバン・ミーカムは就任した翌日に司法長官の意見を引用して、 バビットの命令は違法であると言って、バビットの決定を破棄した。その年の後は、アリゾナでミー・カムは1月の第3日曜日を無休の祝日ではあるが、マーティーン・ルーサー・キング・ジュニア、人権の日と宣言した。1990年、アリゾナの有権者は、キング牧式年日を州で働く、従業員にとって有休の祝日にするために、投票の機会を与えられた。 それと同じ年、NFL は、キング牧式年日が否決されるなら、アリゾナで1993年に開催予定だった、第27回スーパーボールを変更すると脅した。11月の選挙では、301改正案では、有給祝日表のコロンブスの日と入れ替えるか、302改正案では、リンカーンとワシントンの日を、 キング牧師記念日のために開けるため一つの日にするかと有権者は二つ提案された。どちらの対策も通過しなかった。二つの法案でより人気であった302改正案も49%の賛成しか得られず302改正案に反対した人の中にも301改正案に賛成した人もいた。その結果、その週は 第27回スーパーボウルを行うチャンスを失い、その後、カリフォルニア州のパサデナのローズボールで行われた。1992年の国民投票では、有権者は、キング牧式年日を有給にするという一つの選択権が与えられ、休日の州レベルでの承認を認めた。2000年の5月2日に、サウスカロライナ州の知事、 ジムホッチズは、キングの誕生日を公式の州の祝日にするという法案に署名した。サウスカロライナは、すべての州の従業員のための有給にする祝日を承認した最後の州である。これより前に、従業員は、キング牧式年日か三つの南部連邦の祝日の一つを祝うことを選ぶことができた。現在、すべての州が、キング牧式年日を守っているが、 いくつかの州はその日をキング牧師にちなんで名付けてはいない。例えばニューハンプシャー州ではその休日は1999年まで公民権の日として知られていた。それから州の法律で休日の名前をキング牧師記念日に変えた。いくつかの州もキングの誕生日と他の式典の祝典を結合するようになっている。2007年全体で 33%の企業が従業員に休日を与え、前年より2%増加している。大企業と中小企業でほとんど違いはなく、1000人を超える従業員の企業では33%で、1000人未満の企業では32%だった。その報酬活動は非営利的な組織の間では最も普及していて、工場や製造会社の間では最も普及していなかった。 2010年1月18日ワシントンのスープキッチンでキング牧師記念日の奉仕活動での儀礼でバラク・オバマ大統領がソアザーズ・マイ・ト・イートの食堂で昼食を配っている写真である。オレゴン州でのキング牧師記念日の更新国民的なマーティン・ルーサー・キングの日の奉仕活動はペンシルバニア州の前上院議員ハリス・ウォーフォードとアトランタの会議員ジョン・ルイースにより始められた。 彼らはキング牧師記念日と奉仕活動法の法案を作成している。連邦法はアメリカ人にキング牧師の休日をキング牧師の名誉において国民の活動によるボランティア奉仕活動の日に変えようと促している。連邦法は1994年8月23日にビル・クリントン大統領により法律として署名された。1996年から ご報道の前3時間であるトットバーンスタインが毎年大フィラデルフィアでキング牧師記念日の奉仕活動を指導していて、それはキング牧師を褒めたたえる国家の中で最も大きな行事となっている。歴代大統領によって行われてきた奉仕活動だが、ドナルド・トランプ大統領は2018年1月15日のキング牧師記念日にフロリダ州の別荘からゴルフ場を訪れたため、 慣例を守らなかったとして、米国のメディアが批判した。1986-2100。ありがとうございます。